俺の名前は三越場勝也。取るに足りない陰キャ高校生だ。しかしそんな俺にも夢がある。アップロード完了、今日こそバズりますように。それは人気 YouTuber になることだ。しかし現実はそんな甘くはなく、再生回数5回、全然伸びねえ。毎日動画を投稿しているが、再生数は基本1桁、よくて2桁。絵に描いたような底辺 YouTuber だ。何見てんの？げまた自分の動画見てるし。何？マルシなの？違う、再生数をチェックしてただけで。大して再生されてないのに。こいつは及川さくら、クラスの陽キャギャルだ。可愛らしいルックスとノリの良さから男女問わず絶大な人気を誇っている。学園のマドンナは誰かと聞かれれば、誰もが彼女の名前を口にするだろう。だが俺はこいつが苦手だ。君さ、いつまで YouTuber やってんの？お前には関係ないだろ。登録者何人いるんだっけ？一人？それ逆にすごいよ。うぜえ。このままじゃ一生底辺だよ。もう少し工夫とか改善しないとって。私には関係ないんだけどね。及川はなぜか俺のことを見下していて、いつも煽ってくる。だから俺にとって及川はただの嫌なやつだ。そんなある日、悔しいけど及川の言う通り、このままじゃ一生底辺なんだよな。こうなりゃやけだ。登録者1人の底辺 YouTuber がオフ会を開催します。ちなみにもし誰も来なかった場合は引退する予定です。なので皆さん頑張って俺の引退を止めてくださいね。我ながらなんてかまちょな企画だ。でもこれで誰も来ないなら潔く引退できるってもんだ。そしてオフ会当日。誰も来ない、忘れそうだ。底辺 YouTuber のオフ会に来るやつなんていないよな。そう思っていたのだが、いた！こんにちは。え、及川？なんで？ファンだから。は？私、あなたのファン。あなたのオフ会に来たの。冷やかし。違う、私本当にあなたのファンなの。唯一の登録者だって私なんだから。ほら。マジ？マジ。え、じゃあなんでいつも煽ってくるわけ？別に煽ってたわけじゃなくて、遠回しにアドバイスしてたというか、Lを送ってたというか。わかりづら！言われてみればそんな気がしなくもないけど。ごめん、でも三越場くんってひねくれてるし、普通に応援するよりいいかなって。さりげなくディスるのやめ。ファンってことは秘密にしたかったし、今日も来るつもりじゃなかったんだけど、誰も来なかったら引退するなんて言うから。じゃあ今日来てくれたのは俺の引退を止めるため？うん。だからもう引退するなんて言わないで。これからは私も協力するし。え？一緒に YouTube 伸ばそう。いやなんで。そもそも及川が俺のファンだっていうのもおかしな話だし。だって私も YouTuber だから。なんだって？実は及川も YouTube をやっているらしい。ジャンルは顔出しなしのゲーム実況で、それなりに人気もあって登録者も2万人ほどいるんだとか。だから同年代で YouTube をやってる俺に親近感が湧き、気になって動画を見てるうちにファンになったとのこと。すごいな、登録者2万人って。大丈夫、三越場くんもすぐ行くよ。本当？うん、今の三越場くんの動画ダメダメすぎて逆に伸びしろだらけだもん。だからさりげなくディスるのやめてくれ。私も三越場くんの魅力をもっと多くの人に知ってほしいの。だから一緒に頑張ろう。及川がいいならぜひ。こうして俺は及川の YouTube コンサルを受けることになった。まず企画がダメ。商品レビューとか映画の感想とかありきたりすぎ。でも大物 YouTuber もやってる企画だし。あれはすでに人気があったり知名度がある人がやるから面白くなるの。一般人がカップラーメン食べてるだけの動画とか見たいと思わないでしょ。つまりそういうこと。なるほど。及川の指導はとてもためになった。さすがそれなりに YouTube を伸ばしてるだけある。
その後、及川のアドバイスを参考に企画やサムネ、タイトルの改善を行った。企画は主にトレンドネタを取り入れるよう工夫。それってお肌の感想ですよね。そんな中、某2チャンネル創設者のモノマネ動画が大いにバズった。20万再生すげえ。登録者もどんどん増えてるよ。登録者はあっという間に1万人を達成。しかし大変なのはここからだった。嘘つくのやめてもらっていいですか。またひろゆきのネタかよ。もう飽きた。他のモノマネしろ。まずい、もう飽きられてる。お疲れー。あっ、どうかした。今配信中で。え、ごめん、すぐ消すから。めっちゃ荒れてるけど、コメントも視聴者数も増えてる。これひょっとして及川、動画出ない？え、無理。頼む、せっかくバズったのにもう飽きられてきてるし、新しい風が必要なんだ。私なんか出ても意味ないよ。そんなことない。さっきもたった一瞬映っただけですごい反響なんだ。でもお願いします。この通り。もう分かったよ。ありがとうございます。どうも、サクです。かわいい。ヌスとどういう関係？恋人？恋人だなんて、そんな。俺たちはただのビジネスパートナーですよ。だよな、どう考えても釣り合ってねえし。そしてこれを機に新たな企画を打ち出した。どうかな。メイド服きたー。似合ってるし可愛い。ねえ、どう？似合ってるよ。だからこれ以上こっちを見ないでくれ。なんで？可愛すぎて直視できん。その後もコスプレを披露する企画が大いにバズり、視聴者は増え続けた。全て及川のおかげだ。しかしその一方、今日サクちゃんは？サクちゃんいないなら他行こう。主だけとかつまらん。こいつら好き放題言いやがって。いや待てよ、これを利用すれば。好きかって言ってんじゃねえ。キレててクソ。聞いてろ、このうぞうむぞうのボブどもが。黙れよガキ。お前もガキだろうが。だいたいお前ら白状なんだよ。サクがいないからって態度変わりすぎ。だってお前だけ見てもつまらんし。顔真っ赤で草。早口で笑て。いいぞ、コメント増えてる。コメントに反論することによって視聴者も面白がってくれるし、俺イコールいじられキャラと認識してくれるはず。そうすることで自分をより身近な存在に感じてもらえるだろう。他にも及川におんぶに抱っこにならないよう、俺だけでも視聴者に楽しんでもらえるよう様々な工夫をした。それから数ヶ月後、10万人突破。おめでとう。及川のおかげだよ。マジサンキュー。そんなことないよ。あ、そうだ、お祝いに2人でご飯でも食べに行こう。いいね。で、普通に街まで来ちゃったけど、これってデートみたいなもんだよな。なんか緊張してきた。ってあれ、及川？君かわいいね。俺たちと遊ぼうぜ。お手本のようなナンパされてる。やめてください。彦芝くん。何君。彼女の友人です。で、彼女嫌がってます。やめてください。嫌って言ったら？それならこっちにも考えがあります。へへ、何する気？それは逃げるんだよ。はぁ、はぁ、巻いたか。ごめん、手なんか繋いじゃって。いいの全然。こっちこそ助けてくれてありがとう。まあ俺たちパートナーだし、これくらい当然というか。頼もしいね。これからもよろしく、パートナーさん。いかん、変な期待はするな。俺たちはただのパートナー。そんなある日のこと。速報、大手 YouTuber 小池がカッサンとコラボ宣言。は？あの小池が俺とコラボ？さっき配信で言ってた、近々連絡するってよ。価値？
他にもお前と絡みたいとか言ってる実況者結構おるで。俺の時代来た。その翌日ってことになってるらしくてさ。え、マジ？マジ、ほんとびっくりだよ。ようやく時代が俺に追いついてきた的な、なんつって。すごいじゃん、おめでとう。これも及川が手伝ってくれたおかげだよ。これからも頑張ってね。何言ってんの、一緒に頑張るんだよ。私は…お、うん、なんでもない。この日を境になぜか及川は手伝いに来なくなった。ごめん、最近忙しくて。最近さくちゃん全然いなくね。無視振られた。なんか忙しいみたいで、っていうか避けられてる気がするんだよな。学校でも話しかけようとしたら逃げられるし。もしかして嫌われた？だとしたら悲しいな。それから数日後。ごめん、もう協力はできない。あ、そっか。じゃあ最後に配信しない？リスナーも心配してるし、一緒に辞めることを報告しよう。分かった。今日は皆さんにサクさんから大事なお話があります。私は本日をもってしばかつチャンネルでの活動を辞めることにしました。などと申してますが、俺は断固拒否です。え？俺も拒否。珍しく主の意見に同意って言ってるけど。いや、でも。どうしてもって言うなら無理には止めない。でも俺、サクには本当に感謝してるんだ。サクのおかげで YouTube は成功したし、自信もついた。何より誰かと一緒に何かに取り組むことがこんなに楽しいんだって初めて知った。リアルも捨てたもんじゃないなって思えたんだ。だからこれからもずっと一緒にいてほしい。好きだ。俺と付き合ってください。サク、嬉しい。私も本当は一緒にいたかったから。じゃあこれからもずっと一緒、よろしくね。やったー、青春やん。お前ら眩しすぎるぜ。おめっと末永く幸せにな。でもなんで急に辞めたいなんて言い出したの？それは千葉くんが恋金とコラボするって聞いてから、なんか遠い存在に思ってきて、自分には釣り合わないんじゃないかなって。え、そんなわけないじゃん。俺はどんな大物とコラボしても初心を忘れるつもりはない。しばくん、コラボの件まだ信じててくさ。は？違法、しばかつリスナーのデマに踊らされる。は？全部嘘やで。恋金がお前とコラボするわけないやん。はぁ、ふざけんなよ。大物とのコラボの噂は全てリスナーの流したデマだったらしい。その後、俺たちの告白配信は話題になった。配信アーカイブは急上昇に乗り、登録者も爆増。恥ずかしくないといえば嘘になるが、多くの人に祝福してもらえるのは悪くなかった。そしてとうとうチャンネル登録者30万人突破。皆さんのおかげです。ありがとう。というわけで、今回は感謝の気持ちを込めてオフ会を開催することにしました。どしどし参加してね。絶対参加するわ。もち参加。すげえ、結構参加者多そう。あの頃とは大違いだ。オフ会楽しみにしてます。女友達全員で参加する予定です。え、女の子も来るの？すげえ。ん？え、何？女の子がいると嬉しいんだ。違くて、前まで女の子ファンなんて皆無だったから驚いただけで。ほう、ま、彼女は私だからいいけどね。こんなに可愛い彼女がいて他に目移りできるわけがない。むしろ俺こそ及川に愛想を尽かされないよう自分磨きに励む必要がある。これからは YouTube 以外のことにも挑戦して、及川にふさわしい男になるのが当面の目標だ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。